令和5年1月26日、コロナ禍で本格的な使用が延期されていた阿蘇警察署の武道場で、地元の高校生や警察関係者らが参加し、道場開きが行われました。まずはじめに、阿蘇警察署の愛子俊夫署長が挨拶し、続いて熊本県警察、柔道、剣道、特別訓練部員らが、柔道は日本電工道館の投げの方が、また剣道は共に阿蘇中央高校剣道部卒業生である渡辺大巡査部長と荻原淳平巡査長による日本剣道方が披露されました。そして剣道の合同稽古が行われ、地元からは阿蘇中央高校剣道部17名と阿蘇中部地区金融機関防犯連絡協議会、また阿蘇警察署員や県警剣道特別訓練部員などおよそ40名が参加し、真新しい道場に市内の音や気合の入った声が響いていました。床がとても使いやすくて、普通の体育館だと足が痛くなったりするんですが、この道場は剣道のためにできたみたいな感じで、とてもやりやすかったです。なかなかこういう先輩とか県警の方たちと稽古する機会がなかったので、とても勉強になり、試合とかにももっと活かせることをたくさん学ぶことができました。阿蘇警察署では令和2年8月に阿蘇市一宮町から黒川に移転して以降、武道場は署員の柔道、剣道、逮捕術の稽古などが行われていましたが、新型コロナウイルスの影響もあり、この日ようやく地域へのお披露目も兼ねた道場開きとなりました。地域にですね、愛子署長の方がいつもおっしゃっていただいているのが、地域に開放してぜひ使ってほしいということでお話しいただいていたものですから、これからですね、地域の皆様と一緒に阿蘇警察署の中でですね、こういった機会が道場が活用できたらいいなと思います。はい。